いけるいけるパーティー作成してる。いけ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 。いた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 。やったいたいたいた。よしよしよし。僕行ったよ僕行ったよ。オッケー。待ってでもジョンジー来たけどジョンジー来たけど僕はねいいんだよ。オッケー。はいジョンジーバイバイ。待ってバトルパス買います。バトルパス。バトルパス買います。バトルパス購入。え何これ？フォートナイトクルー購入だって。え何これ？待ってフォートナイトクルー来た。待ってフォートナイトクルー来た。来たぞ来たぞ。なんかフォートナイトクルーみたいなよくわけわからんの。待ってこれ買ってる。なんだこれ？さあユーザー数ダウンロード中。あなんかめっちゃ来た。めっちゃ来た。やった。なんかめっちゃもらった。やったぜ。オッケーバトルパス買った。よっしゃあやったバトルパス買えた。よし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 行けたぞ行けたバトルパス行けた。よしあやったもらえたバトルパスもらえた。オッケーよし買うぞ買うぞ行け。あ待ってあとりあえず一旦これ買おうか。この方がお得でしょ。一旦お得でこれ買えますと。はい早くなんかめちゃめちゃロード長いんだけどみんなが一斉にやってるからかな。あ来た来た来た。はいはいはい。とりあえず一旦これは、はい、一旦もう長いな。ででよで行きますと。なんでなんか2回同じ動作あるんだけど何これちょっとわけわからんて。でまずはもうレベル購入しちゃいました。やばい。ていうか僕のクリック見よう。僕のクリック早い。めちゃめちゃ早い。オッケーで購入1万 V-MAX 使っちゃいます。さあ購入してはいさっさと購入しちゃいますと。購入が長い。僕はもう待っていられないんだ本当に。もうでシーズン変わった瞬間でもめちゃめちゃねもう大変やね本当に。早くマジ早く急げ本当に急げ本当に早くして早く始めて。やば。え何これ。えエラーなんだけど。えこれ変えてないってこと。えどういうことちょっと待ってわけがわかんない。あなんか来たなんか来た。やった来たよ来たよ来たよ。待ってもうちょもうこれではいグーっていきますよ。はいガーっていってよしちょっと待ってバトルパス見ていこう。ちょっと僕バトルパス見ていきたい。オッケーということでねちょっとバトルパスをじゃあ見ていきたいと思います。待ってじゃあ最初はどっちから見る。 TI1 ぐらいから見ていこうか。さあということでこれなんだ。こいつはあれか。こいつはあれだマンダロリアンで噂のマンダロリアン来た。であこれがなんだドゥームドメインじゃねえわ。あのマーベルのあれか多分あれじゃない。ワンタイムイベントの音楽じゃない。まあ、わかんないけどね。いやこれマンダロリアンねこれなんかねなんだレベルアップしていけばなんかいろいろとねもらえるんだと思う。ここの装備がなんかめちゃめちゃボロいやん。なんか確かそうだったような気がする。でこれバナーアイコンか。あバナーアイコンいいよ。めちゃめちゃかっこいいやん。まあ、使わんけどね。あでこれ見て。あこれかっこいいな。これかっこいいけど僕ねこれでかいから使わないんだよなこれこれもうでかいからまあ僕あんま使わないですよね。はい。でまあいろいろアップルがあります。あこれバッグか。まあ、そんなだね正直な。正直ちょっとそんなだな。で V バックスと。でこれなんだ。これハイパーフライトだって。なんだこれ。あこれかっこいいな。これは好き。でまあ、正直言いますこれはあんま微妙っすね。あでも後ろ姿見てたら意外と好きかもしれん。まあ、使ってみなきゃわからん。でなんだこれ。お妹ねこれ。あいいねこの妹。まあ、多分使うことはないだろうけどね。でこれピッケル。あいいねこれ。これ好き。僕なんか好き。なんかダンボール戦機のアックスでありそうだから好き。僕ダンボール戦機にありそうなやつね大体好きだから。でこれがグライダーか。あこのグライダーいいね。あこのグライダーいいかもしれん。なんかねこの羽ちょっとちっちゃいんだけどこの雷が出てる感じが僕好き。うんちょっとやばい。僕もうねもう焦りすぎててねもう滑舌がやばい。でこれあこれなんか、ね、色違いだね。色違いっていうかスタイルチェンジじゃない。これレベル上がったら多分スタイルチェンジができるんだと僕は思っておりますと。で ここ来て。あ見てこれ無料だって。あすげえこれ無料でもらえるって。で何これ。これパンケーキか。でこれなんかパンケーキのなんかピッケルがあると。でこれパンケーキのこれスキンか。あこれはちょっと、まあ、使うことはないけど。あでもあ案外ダセーと思ってたけど意外といいかもこれ。後ろ姿あ後ろ姿はゴミだな。後ろ姿あんま好きじゃない。うん、でこれコントレールね。あコントレールなんか汚な汚な。でこれがグライダーか。あまあ、これも汚いな。あでもあこれは汚くないね。これでもパンケーキがただのね。これは汚くない。でなんだこれ。これシロップスリンガーだってめっちゃ回せやん。めっちゃ回せやんこいつ。めっちゃ回せよこいつ。でこれバッグか。これバッグね。あいいねこのバッグ。なんか好き。なんかねこれお金入ってると見せかけてこのパンケーキ入ってるパティね。いいね好きだよこれ。でなんだこれは。これがマンケー。あーこれあなんかグレードアップした。あいいね。あこれグレードアップするとかっこよくなるね。こいつだとめちゃめちゃダサいやん。これになるとほらかっこよくなる。見てよほらかっこよくなってね。僕これかっこよくなったと思うよ。であ見てこれ超かっこいい。えこれ好き。えこれいいな。これいいな。であ待って羽がある。えやばこれ僕めっちゃやばいでしょこれ。これめちゃめちゃかっこいい。えぐい。でこれがピッケルか。あすごい。めちゃめちゃ好き。めちゃめちゃ好きよ。でおー待ってこれの方が好き。このピッケル。このピッケルの方が好きで、あとは何こんな感じでなんかスタイルチェンジが出てくるのか。えすごいな。えスタイルチェンジってレベルアップじゃないんだね今回。バトルパスの報酬で手に入っちゃうんだね。で待ってこれ最終形態まで行くと どんな感じ。これが最終形態か。あ最終形態かっこいい。なんかほら鳥がついてる。ここにすごいよ鳥ついてる。でこれはおすごい。えサメになった。えサメになるのこれ。すごいんだけど。なんかサメになったよね。あこれ無料。あこれ無料なの。えこれ無料って結構お得だな。このなんかゴーストみたいなのかっこよくないこれ。僕これ好きよ。でなんかよくわからんグライダーがありますと。でこのスキンね。
あ、このスキン僕好き。あ、僕ね、このスキンね、リークで見たんだけど、これね、固定スキンにしていいぐらい好きだった、これ。いや、いいね。で、これもいろいろと多分あると。で、ピッケルね、あ、このピッケルかっこいいね。これかっこよくない？この赤のやつ。これかっこいいね。で、これがマジでかっこいいの、見てて。ほらほらほら。え、ガチでかっこよくない？これ。このね、変身がね、かっこいいのよ。マジで、これに惚れた。で、まあ、こんな感じかな。あ、あと見て、このボード。このボードね、見て、かっこよくない？これ。これグライダーなのよ。なんかシルバーサーファーしかなかったじゃん、こういうボードって。そのグライダーがね、追加されたのよ。で、見て、これこれこれ。今回の目玉だと思う。見て、VTuber 追加された。見て、マジでさ、こんなスキン追加されてるとか、誰が思った？ね。僕マジでね、こんなん追加されるとは思わなかったもん。こんなんさ、追加されると思う？普通このレクサ。ね、笑顔に騙されるな。ね、これね、実はね、続き見ればわかるんだけど、続きこれか、これ見ればわかるんだけど、見てみ。今からすごいこと起こるよ。見てほら、めちゃめちゃ怖くなるの。ほら、急にめちゃめちゃ怖くなるのよ。ね、こんな可愛い女の子だったのにね、もうこんなになってしまうと。ね、でもこのスキンいいね。僕めちゃめちゃ好き。なんか VTuber みたいだし、なんかかっこいいしね。僕はこのスキン好きよ。ね、多分結構の頻度で使うと思う、このスキンは。で、あ、これこれこれ。これね、めちゃめちゃかっこいいんだよ。これね、この状態だと、まあこれもね、正直ちょっとかっこいいんだけど、なんとね、これがね、進化していくとだよ。これ、ほら、こんな感じでね、進化していくわけですよ。こんな感じで。進化していくと、最終的に見て。やばくないこれ。めちゃめちゃかっこよくない？で、さらに進化するとよ。さらにね、こっちら辺まで行くとなんかいろいろあるんだけど、さらに進化すると見て。ほら、めちゃめちゃかっこよくなるの。見て。やばないこれ。これね、マジでかっこいいと思う。アホかっこいいよね。で、なんかね、これいろいろ派手なあるんだよね。あ、見て。ほら、こんな感じのね、スタイルも追加されるわけですよ。やばくないこれ。めちゃめちゃかっこよくない？僕ね、こういう青色好きだからね、マジで嬉しい。ほら、これとかかっこよくない？この色。これ真っ黒だからさ、青が合うわけよ。ね？だから、もう、すごいっすよ。これとかもいいな。これ青になったらかっこいいかもしれん。まあ、そんな感じかな。まあ、バトルパスね。あと他にもね、ここら辺でもなんかいろいろあるわけですよ。ここら辺に。なんだろう色違いかな？多分色違い。ほら。このね、スタイルチェンジかな？さっきのロボットの、ロボットっていうかさっきね、怖くなった時の多分スタイルチェンジだと思います。これが。で、これが可愛い時のスタイルチェンジかな？で、エモートか。お、音楽いいね、これ。音楽好き、これ。音楽だけ好き。あ、これもある。あ、これもあるんだ。これもあって、これも、まだスタイルチェンジあるんだ。こっちも、あ、結構こっちら辺はスタイルチェンジか。100超えたあたりはスタイルチェンジだね。で、あ、なにこれ。え、これなんかクエストあるけど、なんだこれ。ちょっとこれよくわかんないな。え、これティア100で何もらえるんだろうね。なんか、あ、ほら、装備ついてる、ほら。ティア100になってほら、装備ついてるのわかる。さっきまでめちゃめちゃボロかったけど、ほら、装備ついてるわ。で、見て、これ。ヨーダ。ヨーダの子供みたいなやつ。僕あんまスターウォーズわかんないから、そんな言えないけど、ほら。これもね、これも可愛いよね。これ可愛い。で、なんだろう。そんな感じかな。うん。あ、で、あと見て、これかっこよくない？これ。頭につくやつ。これ僕めちゃめちゃ好き。で、なんだこれ、あ、これなんつくのね、肩に。多分そうだよね。肩に何もついてるよ。あれ？なんなんだ？あ、ついてなかったわ。これついてないやつが、ここまで行くと、こんな感じで肩につくってことね。うわ、すごいな。まあ、そんな感じでね。まあ、今回は、なんだ、バトルパスをティア100まで上げてみたんですけどね。まあ、この後ね、もうフォートナイトめちゃめちゃやるんで、この後もね、動画めちゃめちゃ出すんで、皆さんね、チャンネル登録したらツイッターにしといてください。では、バイバイ。